Watch the gate.今の映像を通していくゼッケン1番のライダー庄司義正、いいポジションからスタートグイグイグイと加速していく。それの後ろバシッとつけているのは増田直人、オレンジのバイク庄司と増田の一騎打ちといったところか、その後ろから3名三つどもえで2コーナー飛び込んでくる文藤ヒコルは5番手あたりでしょうか。そして増田が先行する庄司義正を料理しようと最終コーナー、ここはイン側のポジションをビシッとキープしているのは庄司、リズムシャットもスカッカスカッとポジションを上げていく集団の進行が先進んでいく。ここは庄司が1番手でゴールに通過していく。それに続くのは増田直人、そして塩谷慎一郎がそれに続いていく。